れ様でした。えお疲れ様でした。もう終わったよ。休憩だ。あ、もう半になったんだ。おはようございます。いわひでチャンネルのひでです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日はですね、雨が降っております。この雨がですね、数日前からずっと降り続いております。従いまして、当初ね組み立てた予定、総崩れです。もう2点3点今4点目ぐらいに入ったでしょうか。まあね、どうしてもできないところもありますので、できるところを探しながら、作業をしております。うちね何日間かは、強制的に労働を休むという形にもねなりましたけれども、今日はね、できるところを見つけまして、そちらでねちょっとお世話になろうと思います。本日はですね、雪柳なんかの低木を、刈り込む仕事をしたいと思います。なんとかね隙間隙間を見つけて、当初のね、予定に追いつくように今作業の方を行っております。それでは作業場の方へね向かって出発したいと思います。雨が降ってるけど動画の方スタート。作業場に到着しました。今日はですね、こちら今見えてます、雪柳ですね。雪柳や上にある常緑樹、蘇葉後、荒かし、白かしのね、剪定をしたいと思います。はい、実際にね、上の段に登ってみました。現状こんな感じです。やりにくいね。足の方はどうですか？アリに噛まれたところ。絶好調ですか？最悪の状態は脱しましたね。よろしく。はい、クラリチンで今日もよろしくお願いします。
お疲れ様でした。え？お疲れ様でした。もう終わったよ。休憩なし。時刻は17時30分を回っております。あ、もう半になったんだ。雨は上がりました。私も目標達成したから。ね。頑張ったよね。剪定刈り込み作業完成です。こちらは白樫ですね。白樫も切りました。雪柳、金木犀の生垣も刈り込み完成です。雪柳の方はね、天場もなんとなく揃ってこじんまりと落ち着いたような形になりました。完成です。お疲れ様でした。今ですね、自宅の方へ帰ってまいりました。本日も、雨がね、降ったり止んだりの天気でした。まあ幸いですね、作業させていただきましたので、なんとかね、予定していたところまでは、作業を進みました。まあちょっとね、時間の方は遅くなっちゃったんですけれども、丸さんと2人でね、カッパ着て、汗なのか雨なのか分かんないような感じでね、びしょびしょになったんですけれども、無事に終わることができました。そう思うとですね、今日もね、見てるとご同業の方々ですね、大変苦労しながら皆さん作業をなさっていました。ね、そういうのを見るとね、やっぱり自分たちもね、休んでらんないなと励みになります。明日以降もね、天気はまたあんまりよろしくないような予報になってます。まあね、ケースバイケースで、まあその状況に合わせて、仕事の方をね、していきたいと思います。本日はですね、この辺りで失礼したいと思います。このチャンネルでは51歳で独立開業したおっさん庭師の日常を、作業風景を中心にゆるい感じでお届けしております。この動画はですね、見てくださった方で面白かったなとか、役に立ったなとか、このね、おっさんの波長になんだか妙に合ってしまったなと自覚をお持ちの方、迷うことなくチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またですね、コメントやグッドボタン、こちらの方も大変励みになっております。そちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。